きにくいで、組み合わせも分かりにくいで。火がついてる。火ついてるよ。本当に。本当だよ。生きてる。いや、生きてる。こっちのは何？こっちはドロン。生きてる。生きてるよ。生きてるがついてきたんでしょ、そこに。なんで歩いてたのに。いるよね。うん、いるいる。うわぁ、こういうところにいるんだ。ちょっとした水があれば、ここで生きるっていうからね。ねぇ。また今日も、また。水は溜まってる、溜まってる。溜めてるよ。なんかさ、でも首からさ、芽が出てるよね。そう、なんかここで栄養が濃い感じだよ、ここ。ね、すごいとこに来たよ。岩の谷間だっていうかさ、ほら線ができた。これ堆積したやつが、赤いやつは柔らかいんだね、削れてる赤い土だけ。でもこの削れてるとこはよ、柔らかそうなとこだよね。柔らかそう、うん、はい。真っ暗でしょ。そうでもないよ、わかるけど、どうしてビデオだからわかる。押さえ、押してる、それ押してる、完全に押してる。倒そうとしてる。急に開けて、ちょっと怖い。躊躇しちゃう。まあ寄れないけど、すげえどこにいる。怖い。見てる方が怖い。かわいいね。うん、かわいい。難しいな。全然ないでしょ。もう一歩あります。いや、厳しいね。それだね。
った向こう側だね、きっとその塊が5人岩なんだね。手前と奥との合わせて、あの途中のあのあそこへ痩せてるとこでしょ。そうそうそう、うん、ちょうど発見しました。長寿、長寿、長寿、長寿のお頭、頭右から烏帽子、赤いは長寿、うん、はい、左分かりません。いいです、映しません、左分かんないって。右、野球お、長寿、おお。誰か乗ってる、こんなとこばっかしです。ありそう。よかった。今日は難しい。サンキューさん、サンキューさん、サンキュー。やった。これ、ここ。ここ。山級山、ここ。992。よかった。迷子になったかと思った。